あ。Thank you.
こんばんは、お疲れ様です。今日も、日曜配信イベントをやっていきますが、今のところ何も決まっておりません。何やりましょうかねっていう感じですね。KKY さんがいるんですよね。 KKY さんがなぜかいるんで、なんかやっていきたいですね。とりあえずイベントのエントリーだけ始めましょうか。そろそろやろうぜ。 KKY さんが持ってきたルールでやります。
始めるよやろう。おいカツ丼、カツ丼、今日は KKY さんが持ってきたルールでやります。2 on 2です。2 on 2の総当たり戦にします。はい、じゃあ、KKY さんからルール説明がありますので、みんなちゃんと聞いてください。すいません、今日ちょっと寝屋川の今度ランバトで関西のランバトでやろうと思っている2 on 2の、まあ、テストみたいな感じでちょっとやらせてもらうんで、まあ初めてなんでちょっと不備もあるかもしれませんが、よろしくお願いします。ちょっとややこしいルールなんで、まあよく聞いといてください。2 on 2、まあ多分くじ引きで決めるのかな、でチームを組みます。で、まあそれで総当たりをして、まあ一番勝ったチームが優勝っていう、まあこれは普通通りなんですが、対戦の仕方がちょっと変わってまして、まず最初に、お互い、まあエントリーするとき、まあエントリーはもうしてあるんですけど、使用する申告キャラを、まあ私だったら X ダルシム、まあそれを書いといて、まあ決めといて、まあ書いといてください。で、例えば俺と2回転が組んだとします。で、角さんとヒデ君と当たったとします。で、そこでそうするとトランプを、まあ4枚用意して、それを4人で1枚ずつ引きます。で、スペードを引いた人は自分の申告したキャラを使えます。で、クラブを引いた人は自分の申告したキャラのバージョン違い、私だったら S ダルシムを使います。で、ハートを引いた人は相方のキャラを使います。なんで俺が引いた場合は2回転の X バイソンを使います。で、ダイヤを引いた場合は対戦相手のチームの申告キャラのどちらかを使います。で、私の場合だとヒデ君と角さんなんで X ガイルか X チュンリーを使います。それは選べます。ただし S ガイルとか S チュンリーにはできません。で、まあそうするとメインキャラ使えなくて不満もたまると思うんで、まあ総当たりなんで4回あるんですけど、1回だけそれの取り決めを無視してメインキャラを使う権利を各チーム1回だけ使用可能にします。それはチーム単位で1回です。個人じゃないです。で、それは審判に試合前に相手チームに分からないように使うか使わないかは言ってください。なんでここで読み合いがあります。で、かつ相手自分の相方のキャラの使う可能性もあるんで、例えば龍剣使いと組んだら有利とか、逆に相方が龍使える人だったら自分さそこそこ龍使えるんだったら自分も龍にしちゃうとか、そういう作戦的なところもあるので、まあ、その辺は考えて、なんで先にまずチームを決めてから使用キャラを申告してください。そんな感じ。その通りです、はい、引く前でなくて聞いた後だから、トランプの引きが悪かったんで権利を使いますというのが、まあ、そのままの流れになるかと思います。はい、4枚の1人ずつ4枚引くんだ。いや、違う違う、4枚を割って引こうかなと思ってる。4枚をして4人で1枚ずつ引こうかなの方がいいと思う。だってそうするとメインキャラなんか不平等になる可能性があるから、まあ一緒っちゃ一緒だね。そういうことだから結構運任せ。なるほど。ダメ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 。はい、じゃあ皆さんメインキャラでいい。いや、でもチーム決めてからの方がいいんじゃない？相方とのキャラの相性とかもあるから、だから先にチーム決めた方がいいと思う。そうだ、同キャラで組むと非常に有利かもしれません。チームはくじで決めた方がいいと思う。くじで決める。グリグラさん来た。じゃあ
なだね、それではチーム決めランダムでございます。いいですか、1番を引いた人、ヒデツノッピー、はい、2番、あ、1番ください、1番ください。2番を引いたチーム KKY、 誰誰、2番引いたの、お、マキリーKKY、 マーキーリ、3番を引いた人、あ、これくれよ、くらさんね、3番、3番持ってる人、3番、3番、え、グリグライサジ、問題はこの大会のやると S キャラがいっぱい出るんで、 S キャラをちゃんと出せるかどうかっていうのはちょっと実際問題だったりするんですけど、出せなかった場合は、まあ、それやり直しでしょ、さすがに。4番新谷藤沼、で、とんかつトネピ、オッケー。じゃあチーム内でキャラクター決めてください。これは先に申告していただきます。メインじゃなくてもいいですよ。メインでいきます。マギリさんで日本語全然大丈夫。全然大丈夫。新谷さんとこはメイン、メイン本田チュンリー、あとはヒデツノッピ、ここはまあチュンリーはチュンリーでしょう。で、ツノさんもがいる、グリグライサジ、キャラクターは、はい、もうみんな決まってます。じゃあどっちもいいんで。いいんで。
違えた間違えた。書いておいたか、書いておかないとややこしく、ペンある、ペン、さあこれを見ますと、とんかつトネピーチームはキャラを合わせてきた感じですかね。龍拳他は、まあメインキャラですね、はい、でも逆に相手に使わせちゃうという考え方もなくはないけどね、ままあ相手キャラのチームを引いた場合は2体のうちどっちか選べますから、まあつくなんとかなるんじゃないかっていうところありますね。あとまあ相方のキャラを引くことがあるので、まあ相方にレクチャー時間あんまないですけどしてもらうとかね、そういう交流も深めてもらえればと思ったりとかね、いろいろ思惑を考えてちょっとルールは作ってみたんですけど、ちょっとややこしいんでね。スペードがメインキャラで、クラブが、バージョン違い、ハートが相方のキャラ、でクラブが相手チームのキャラ、どちらか、あ、ダイヤか、ごめん。そうだね、黒色を引くと有利だね、じゃあ早速やっていきましょうか。ヒデツノッピと KKY マギリからですか。マキリか、マキリさん、じゃあこれをシャッフルして、4人集まってください。はい、よ、いて、さっきのはチーム分けのドラム、さっきのはチーム分けのドラム、はい、せーの、さあ見せて、ハートの場合は相方のキャラです。で、これダイヤだからチュンリーかガイル、チュンリーかガイル、 S チュンリーで、メインキャラ X ケン、はい、チュンリーチュンリー対チュンリーかガイル、使用するメインキャラを使うかどうかを進行、はい、相手チュンリーチームに分からない、使うかどうかはトレピーに行ってください。先方とじゃんけん、席決めやんないといけないです。昔の日曜大会こんな感じだったよね、毎回ね。そうだね、スピードはね、東京はそうじゃないですよ、東京ルールなんで、東京ルールですね、東京ルールはね、そう、席決めだけ、あ、いや、先方は申告、東京ルールはね、三足固定別にやってもいいよ、やってもいい、いじってもいいよ、やってもいい、
関西だと多分あれは使わないんでしょうね。オッケー、うん、いいよいいよ。じゃあ始めていきましょう。じゃあ日曜大会 KKY さん持ち込みルールで始めていきましょう。それでは今日はと上のピンクです。上のピンク分かる人。今日ねあの音がちょっと小さいんですけど基盤の都合なんでごめんなさい。あ、そうなんですか。はい、ちょっとゲームを上げるか。どうやるかわからないから。いやでもいいですよ、やってて全然いいですよ。さあ、聞こえるかな。角氏は、角チュンリーを使うと、はい、いうことで、まあはい、さあ開幕飛び合わせていくマキリちゃん。おっと、昇竜ちゃんと出て、ここは安かった。あれ難しいですよね。最大は弱小竜という噂が出るよ。さすがに出るよ。さすがに出る。誰でもできるよ。ダブルサマーよりはよっぽど簡単ですからね、はい、さあ踏んだめくりを昇竜ちゃんとしてる。昇竜ダメ波動拳。あそこは昇竜拳にしたら出っ張れ死にかけでしたね。おっとできる風だった。難しいですよ。剣の波動の方が難しいっていう人が多いですよね。かかっちゃうんですよね、うん、抜けんのはいいけど、いやね、抜けにくいね。そもそも弱波動でなんか弱波動。お、今の動きジェネティっぽい。さあいいですね。チュンリーを投げるときはどうしてます。膝。おっと、まあまあ、あの画面の位置によるとは思いますけど、まあ、基本膝じゃないですかね。でもあの追い詰めて波動拳がやっぱ強いんで、チュンリー相手にはやっぱり投げから波動拳もありで ね、 そうですね。だからケースバイケース。なるほど。おっと、おっと、ある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 。おいしい。後ろためから前歩きキックをすると出ちゃうやつ。チュースピニングがね強いんですよね、はい、あれが出るのが嫌で S チュンに行ったと。おお、はい、さあさあ何どっちを使うんだ。何使うんでしょうね。 KKY ガイルかチュンリー、まあ、チュンリーじゃないですか。チュンリーだよね。 KKY さんは強キャラですからね。さあ、スノッピチュンリー対 KKY チュンリー、なかなか見れるもんじゃないですよ。確かに適当ですね。さあ、お、飛びが強いことに気づいてしまった。あ、分かっちまったか。俺はすぐに気づいちまったんだよ。あ、これハメか。ハメじゃなかった。ハメではないですね。出していってノー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 。お互いね、それぐらい出ますよと吠えてますね。のただ戦列を戦列で返した方がかっこよかった。そうですね芸術点高い採点競技だったら全然高いですね。お、前に歩いちゃうと対空が難しいんですよね。まあ、ですがくぐるしかなくなる。そう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 。お、溜めてるぞからの背中から投げ返されるぞ。あれチュンリーって前外なんですね。ほう、端っこの投げの後の確かに投げ前。おおおお、それっぽいそれっぽいそれっぽい。ぴょん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 、もうの音。あー、戦列です。この辺はさすがサブキャラといった感じ。 S キャラは横だよ。 S チュンは横でしょ確か。あ、下か下か上下か上下か。そうかそうか、うん、さあさあ上下か上下か上下か。そうか、最初が横か。そう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 、龍拳が横ですね。ホンダチュンリーが縦です。横立て横立て、なんたか横立てか。そう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 。さあさあね、これどっちでもいいぐらいの。あーうわーっと、お、頑張った。さあ、あの中盤弱いんで気をつけてください。しゃがみに当たりません、チュンリー。チュンリーチュンリーだと、はい、いや、ほとんどのキャラに当たらない。
あ、横にも短いんですよ。ブランカーには当たってないのは見る、うん、確かにブランカーにも無理、ベガにも当たんない。だからベガがすごい楽なんですよね。なるほどね。だここは S とはいえメインキャラなんだよね。これあれじゃない、 S チューンだったらもう、お、さあ今のはレバー入れの中キック、レバー入れ中キック、多分普通の中キックを出そうとしてレバー入れっぱなしにして中キック入れたら出ちゃったんでしょうね。あとついでに言うと S チューンは金的ゲリグの発生が遅いんであんまり台風には使えないですね。始まりましたね。 S チューンは金中キック弱いんですよ。金中キック弱いですね、はい、その代わりあの背中、あの蹴り逃げはめちゃくちゃ強いです、ね、回転脚はね結構強いですけど、ここやりますか。兄藤沼対グリグライサジ、はい、兄藤沼対グリグライサジ、とりあえずじゃんけんで 1P2P やってから、はい、スペードの人から言っていきましょう。スペード誰、グリグラがフェイロン、チーム単位でしかダブルフェイロンね。はい、そしてクラブの人が X と S 交換です。 S ホンダね。ねえ藤沼さん、相手キャラどっちか選べます。フェイロンかキャラ、いや S ホンダでしゃがみ中キックやってたら終わりじゃないですか。使ったことない、あ、そうなんですか。まあじゃあとりあえずあの例の権利を行使するかどうか、はい、だ先方だけ申告でお願いします。チュンリーすごいキャラだね。こっち聞いたよ先方。さあ藤沼はどっちを使うんだ、フェイロンなのかキャミーなのか。藤沼フェイロンとイサジフェイロン、さあドキフェイロンだらけの夏っぽくていいですね。いやーまあ実力と運が半々ぐらいの大会をやりたいなと思って、一応このルール考えた。だいぶ運絡みに偏ってる気がしますけど、でもやっぱり自力がないと勝てないと思うんですよね。まあそうですね、いろんなキャラ使ったことがあるかどうかというのが試されますね、じゃあ次の試合ここ行きますか。さあ藤沼が勝っている、はい、さあお互いどれだけフェイロンというキャラをやったことがあるのか対戦経験はあるはずなんでね、分かると思うんですけど、ある程度は。いやまあただ劣化圏3発つなぐとかやってないとできないところもあるんじゃないですか。あ難しいですかあれ。少なくとも俺はできません。一発目と二発目はつながるんだけどね、なんか三発目はつながんないんだよねまあちょっと使ってみないとですね。劣化圏めり込むと劣化圏入るんで気をつけてください。さあ3段藤沼嬉しそうだからこういうクソなんかわけわかんないのでカスト嬉しいっすよね。嬉しいっすねさあ本職グリグラ、これは S フェイロン S X X ですね。 X かかなりドキドキもんですよ。じゃあ次ちょっとじゃんけんだけ済ませておいてください。ヒデツの対トンカツトネピ、さあグリグラフェイロンがさすがにといった
いやさすがにと言ったでもこの同キャラは一番荒れるという話ですからね。まあなんか刺さると半分ぐらいの勢いありますよね、はいはい、あの支援客で燃やしてめくり食らったら即死しますんで飛びは入らないけどもレッグもかなり際どい技になりますね。投げ絡みであっという間に、ああ確かに、投げ絡みわけわかんなくなるんで、はい、危険ですね。おっとおっとおっと藤沼藤沼実これは隠れた才能があった。チュンリーなんか使ってる場合じゃなかった。まあただ乱数の引きがいいだけかも投げて声もんですらこの組み合わせ野口園やりますからね。あばい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 、あのさあこのあっと引っ掛けたがスパコン入らない。投げてあそこ入れるべきではないですね。投げて2ヒットしかしないんで埋めていったがガードしている。その投げからのシャガ台2回は知ります、知りますね即死です。さあお互いドキ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 、さあしかし当然どうする、当然ああ藤沼の方が気楽にいってるぞ。俺の方が命が軽いんだ。確かに、あーっと怖い、あーなんだ入ったさあグリグラさん一安心といったところ。決まったなさあまず S ホンダが出せるのがニア、立て立て S ホンダ出にくいから気をつけて。長田翔が5パンだって、はい、はい、リセットリセットしてくださいまず先に兄が出すとこからだな出しましょうか。あ、出ない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 兄5万円つさあ、ニーヤ S ホンダですね。さあ、永田さんとの遊びの対決で使ってるのは見たことあるが、それ以外ではほぼ使ってないと思われますが、あんま、さあ、兄の性格だと S ホンダは全く向いてないと思いますが確かに、守り気味のキャラですからね。しかし、まあキャラ差はもちろんありますよ。おお、知っていた。スーパー百貫はケツが小さいですよ。さあ急に待ち始めたがやはり急に我慢ができない、我慢ができない。おお、まずかあれ入るんですね。でもやめて頭突きが溜まってれば終わりですよね。うわあ、さあ何にもできないぞニーヤ。思い出した、しゃがみ中キック強いんだった。こりゃひどい。あったのはグリグラ・イサジチーム。はい、じゃあさあ運命のくじ引きタイム。ここで試合の行方が6割ぐらい決まると思います。さあ黒いカードを引けば有利。さあそれでは角さんがメインキャラですね。そしてクラブを引いたのはトネッピーがエース剣。そう、そしてヒデ君がハートなのでガイル、相方のキャラですね。おお、ガイルガイルで相手チームのどっちか選べる。ガイルかチュンリーが使えます。まあそれはだけど、それ相手はガイルガイルですけど、使えるキャラはガイルかチュンリーかは元々のキャラを選べるんで、チュンリーかガイルどちらかを選べます。で、あとはメインキャラ使用権を使うかどうか。メインキャラ使用権は使うかどうか。使わない？さあ、なかなかみんな使いませんね。使いませんね。温存ですね。では、先方を申告。さあ悩んでいる、どちらを先方にするのか、そしてどっちのキャラを使うのかも悩むところ。
さあ、OK ですか。はい、それでは先方はヒデグエクスガイルとトンカツさんのチュンリーです。エクスチュンリー、これはね、苦労してもらいますよ。さあ、普段使っているキャラの強さは先ほどから味わわされまくってるヒデ君。S チュンリーと X チュンリーはあれほどキャラ差があるんだという先ほどひどい試合でしたからね。ひどい試合でしたね。どうせ相手受け身ねえからもういいやって、1回ぐらい返されてもいいから全部いこうという。おお、3段できる。嘘や。おお、まさかの、やってるんだ。さあ、やヒデガエル動いてますね。裏剣入れた後だまだ前に入ってましたよ。おお、トンカツくんはこういうキャラ使わないですからね。いやー、やっぱ龍拳系に絞ってる人とかやっぱしんどいでしょうね、タメキャラっていうのは。投げて、落ちたよ。始まるか、始まるか。投げて、さあ、今のサバは明らかにガイル使いの奥義ではないが、いや、機械さんという、機械さんはやるね、やりますね。さあ、どうだ、あぶねー。さあ、一気に分かんなくなった。リフトアッパーっぽいもの前飛ぶ。おお、やる。いいですね、ういういしいですね。あそこで飛ぶかねって感じですけどね。さあ、さあ、撃墜して正面から行ってるが、動きはチュンリーですね。まあ結構ね、ガイルとチュンリーは親和性多少あると思いますんで、投げ安定ですが減るんです。おおおおお、ある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 。ゲージ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 。さあ、センレス溜まったんで、おっと惜しかった。今出てたら死んで、死にはしないかな、半分いってなかったですかね。そしてトネピー S 剣かな。 S 剣ですね、S 剣なので、これはさすがにトネピー一律の超あると思われますが、はい、まあでも中盤で落としたぞ。アッパー昇竜拳、天章みたいに安くは済みませんよ、そのサマーは。さあ、ぐちゃぐちゃである。これ最後長州で飛べばいいんじゃないですか。さあ、困ったら飛ぶというね、このまあ角さんがいるので安心して生き生きと、まあ、伸び伸びやってるところはあるんでしょうが、はい、チュンリーとも確かに無理ですね。おおおお、やりやがった。ちょっと今ダイヤスが近すぎましたね。小足トネピーのいい顔、わざわざ中足を誘いましたね。今いい顔してますよ、ニヤニヤしますね。さあ、ここはツノッピー、メインキャラが1体しかいないって結構すごいですね。すごいでしょ。引けない時点で急に不利になるからね。急に不利ですね。確かに。おっと、うまいですね、さすがに。お、投げて、受け身はある。あー、ダブルだった。ダブル様、体力をしっかり見ている。お、絶対に裏切れないやつ、裏切れないですね。もう端っこまで行ったら相当キャラさやばいんで。おー、うまい、うまい。さあ、ダブル、さすがに、さすがにメインキャラ。さあ、次はどことどこ。 KKY マキリ対兄藤沼。兄藤沼、はい。マイクヒデに変わります。皆さんこんばんは。チュンリー確かにすごいキャラですね。グリグライサジ対どこにしようかな。ヒデツノかな。いや、ここもう2試合やってるから、いや今ここやってるから 2-4 やってる。じゃあ2がレンチャンになっちゃう、うん、
今 KK は今切りたい兄藤沼やってるから今やるから、その次の試合です。そのグリグライサ自体トランプ、グリグライサ自体トンカツトナピーかな、はい、はい、トンカツトナピーかな。じゃあじゃんけんしといてください。せーの、KJY さんがメイン X ダルシム、ダルシムとでニーヤーさんが S キャラ S ホンダで相手キャラが使えるだっけ。ダイヤはダルシムか、ダイヤは相手キャダルシムかケンどっちか、ダルシムダルシムダルシム、じゃあ俺ダルシムリで行くわ。さあマジリさんと KJY さんがダルダル、はい、使わない使わない、スーピー側は権利は使うかどうか、使わないさあ新谷先に座っている。まあ当然マキリダルシムが先に出てくるでしょう。そうですね、新谷さんのエスポンダってかなりレアですよね。全然使ったことないと本人も言ってますですよね飛びがエスパー。さあしかしさすがにこれあんま変わんないんじゃないですか。うーん、 S の方が有利なところも多々ありますからね。ああ、そうなんですね。あれこの連携は、あれこの連携はこれはこれはで、あれあえて上からこれわからん殺しのネタですか。完全に三輪さんこれ本職ですからねあ、来た、お尻から撫でて、あれ受け身がなくてお尻、おっと燃やされた、こっからフレームは危ない、フレームはやばい、入って、あー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 、フレームはダメいつも波動拳をフレームで打ってるってことですね。そうですよねでも確かにこれ僕もたまに使うんですけど、波動拳キャラ大抵フレームで打っちゃってますね。なんでダルシム使うといつもフレームフレームになっちゃうんで。波動拳コマンドって書いてあるじゃんコマンド表に。あ、まあそうなんですけど正確に入力しましょう。おお、うまい、後ろから死ぬかこれは。 KK はいい、やばい、 KK はいい、 KK やばい、投げ返した、よく投げ返した。さあここから必死度が伺える、うー張り手が寄ってくる、うー、やめられる、やめられて、ここはインフェルノがあって、とりあえず突っ込んでくる、うーガード、おー最後読み勝った一点読み、お尻力が強すぎる、あれしか潰せないんですけどね。あー、そうですね。さあこれは格判か。さあまあさすがにうまいですね。まあさすがにもう、もうさすがに投げ最大 S キャラですからね。そうですね、まあこのラウンドはまあしょうがないですね、これだけ体力リードされてしまうと。さあファイナルラウンドの開幕の夢名がどうなるのか、四股蹴りを使っていくんじゃないでしょうか、うん、おーマジで。さあ怖い怖い怖い、危ない、あお尻が弱い、やばい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 、うわーうまい一点読み、うえいやーマジか。ダルシムを殺すことに命をかけてる男は、まあやり遂げた、 S ホンダ不利なんでね、しょうがないですはい、次じゃんけん終わってますか。はい、それでは次の試合行ってみましょう。ご会長スペードを引いたのは黒黒お、竜ですね、竜と竜、いやこれ竜、あ、うん、 S 剣だ、 S 剣だ、ごめんごめんごめん、 S 剣だね、竜 S 剣、竜 S 剣、はい、キャミー使う、
龍華拳。いさじキャラに困っている龍。霊の権利を使うのもありですよ。でも片方だけでしょ。片方だけですね。で1回しか使いませんからね。ヒデツノ対兄藤沼、じゃんけんしておいてください。はい、相談そろそろ。先方は OK。 じゃあ先方は、はいはい、行きましょう。さあ、グリグラキャミーとトネピーの S 剣ですね。トネピー S 剣、トネピー S キャラしっかり出していきますね。さあ、これ組み合わせ的にはだいぶありそうな感じがします。おお、しっかり根元。これ僕キャミーで誰だったかな、S 剣に挑んだんですけども、はいはい、キャミーで端っこまで頑張って追い詰めたんですよ、はい、でS 剣のバックジャンプに何もできないんですよ。やべえ、キャノンが負けるんですね。中足蹴飛ばされるんですよ。終わりですわ。歩いて踏み込んで根元キャノンを対空で当てるしかない。無理、もう先端で負けるんですよ。負けんの。どんだけ、超高めだったら、ね、なんとか。あとしゃがみ台板とかもダメだ。あ、全然負けます。上り大キックだね。いやー、どうだろう、向こう次第ですからね。まあ、一応読み合いにはなるじゃん。読み合いになるんすかね。当てた後が振りそうだけど。というわけでバックジャンプ強キックおすすめです。さあ、トネピーがだいぶ寒いですね、これ。お、やっと飛びが当たった。これです、これです。さあ、9、さあ、大足。ヘイで習った。ヘイで習った。ヘイはそんなことも教えてくれるんだ。あ、そこはね、やっぱり、いるいる。マルコピー。カンコピーですね、多分ね。そして、イサジリュウ。イサジリュウ。なんだこれは。使えんのか。まあ、キャミーという辛いキャラを使ってるぐらいだから、まあ通りっぺに動かせれば戦える自力はあると思うんですが、元も S 系も使いますからね。あと、あ、しかし壊し、壊す先端は昇竜拳すら当たりませんので、その辺はトネピーももちろん知っての行動ですね。なんかもうすでに全勝チームがいないというこの混戦ぶりですよ。グリグライサチが分かんないですよ。ああ、そうかそうか。いや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 、お、根元勝利って、うわ、勝利勝利メイク、うわ、野口勝利、野口中勝利。なぜ中だったのか。なぜ中だったのかよくわかりませんが、いや、龍拳には当たんないんでね。根元でなんか2ヒットしやすいのは出かけただけですね。中勝利バイソンとかはどっちで当たりますか。なるほど。さあ、壊し波動強い。なんかハメっぽいぞ。トネピー2-0、トネピー超めんだけど。さあ、この段階で全チーム一勝一敗。さあ、全く優勝の行方は分かりません。はい、次の試合は秀津の対兄藤沼ですね。じゃんけんは終わってますか。あ、じゃあリセットだけお願いします。なんでだよ。先に引いてもらう。余り物にするが合うかもしれない。
はい、どうぞ。さあ、いやいや、ダメやってないっすよ。何の作品もしてねえから。スノさん、メインキャラ2回目。スノさん、引きいいね。引きがいいですね。こんなところで使っちゃっていいんですか、それ。そして、ニーヤーさんは3連続 S ホンダですね。さあ、引きが悪い。いや、悪くもないんだけど、S バージョン。悪くはないですね。別に。見して。はい、ヒデ君がダイヤなので、相手のチュンリーか、チュンリーホンダですね。ホンダ使える。で、藤沼は S チュンリー。S チュンリー。メインキャラ、メインキャラじゃん。ん？あ、ごめん、間違えた。ハート、あ、そうか、ごめん。だから、あれか。ホンダ、S ホンダ、X ホンダ。S ホンダ、X ホンダ。とガイルガイル、まあ、津戸さんがもう大幅有利ですね、明らかに。そうですね、メインキャラ2体でしかもキャラが被っているという。権利使う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 、チェンリーで使う。チームとして、チームとして1チーム1回だけです。さあ、ついに使ったチームはなんかめあい、うん、回とかで。さあ、じゃあ先方を申告してください。これ1、2で決勝やりましょう。それでは 1P 側、ニーアー、ニーアー X ホンダと S ホンダですね。いや、メイン使う、メインキャラ券使うっつったから。いや、それは藤沼さんだけです。いや、だからチームでっつっただろ。ガイドも使うの。やり直し、話聞いといて。え、それ多分ルール説明みんな、いや、言ってる。一応チームとメインキャラ使用の時はチームで1回2人ともメインキャラを使います。2人とも使いますよ。同時に使うしかない。別々には使えません。2人とも使います。使わなくてもいいのはないですか。まあ、何使ってもいい。それはちょっとやりすぎ感あると思うんですけど。ああ、そうですか。さあ、メインキャラ全員メインキャラになりましたね。そういうことですね、このゲームには。さあ、テンションパナッシーのめくりからの八景百列入り込みが頭突きと百貫に両対応してるんですよね。超強いですよね、あれ。さあ、やはりチュンリー安定しますね。さあ、メインキャラだからこそ、この権利を使ったからには、おっと、あーっと、遠かった、テンション出なかったから、おー、一応うーちょい待ち、ここをしっかり対応して、やばい、POって、あー、クソコン、スーパーコンボだった。さあ、チュンチュン。3.15% が、はい、で、29フレと27フレっていうのがあるんですね。くっそ長い時があるので、話し合い帳だとカバーしきれないタイミングがなりますね。おっと、踏んでしまい、が安いが、あ、これうまいな、ダウン取ってる、しっかり、うまいな、うまいな、バレバレですね。まあ、チュンチュンは結構読み合いだけで決まる部分多いと思う、ね、そうですね、なんだかんだで飛ぶのか、飛行を打つのか、対空待ちするのか、割とじゃんけんなところはありますね。引き付けだとなんか負けるところが多いですから。おお、おいしい、投げて、さあ、藤沼リード、投げて、足投げを、さあ、戦熱お互い溜まった、戦争だ、戦争だ、ここで藤沼使う、さあ、飛びはバレていた。さあ、1年ぐらい藤沼やっていなかった、その期間に秀が、どこまで伸びているか。
かしチュンチュンは相変わらず苦手です。基本的にはこんな感じで45度の飛び込みは相当返しづらいんですが、今ビンタで落ちましたね。なんかちょっと遠かったですね今のは。早出しも使っていく。チュンリー側は引き付け転生かくぐっての対空がメインになります。はい、くぐってコパンも十分ですよね。はい、減りますもんねあれ。さあいい、埋めていく。あそこは戦列が出にくいところをよく知っている。さあ今戦列っぽかったか。さあ戦争だ、戦争だ。あっとなんか中足のモーションが見えたか。ガードしている。これは時間がない。投げたのはヒデ。ヒデ2盾、その3メインキャラ引いた意味がなかった。引いた意味がなかった。次はこことここの今ないところ KK は今切りたい。グリグライサジ、グリグライサジですか。 KK は今切りたい。グリグライサジやっていきましょう。この次の試合で兄藤沼対とんかつトネピーやりますのでじゃんけんしといてください。はい、ジャンプ終わった。はい、それではご会長、スペードを引いたのはまたかグリグラフェイロン、そしてクラブがマキリ S 剣ですね。相方のキャラだから俺 X 剣だ。 X 剣のワンピー側と剣、剣使う。わかりました。それでは 1P2P 分かれて、例の権利行使するかどうかも含めて OK。 それでは 1P 側 KKY 剣ですね。はい、2P 側がイサジ剣です。はい、剣剣ですね。激安のキャラ性能はね五分ですからね。お互いの立ち回りに要注目っていうところですかね。キャラ性能本当に五分か。さあしかしまあお互いコマンドキャラ使ってるので波動剣、昇竜剣などのまあはい、今回は剣剣 S 剣フェイロンという並びですね。うそうですね、確かに。さあ波動読みで飛ぶことが多くてこれは当たんない。今のは大パン大足で良かった気がするが、コパン竜巻大足かもしれない。あコパン竜巻の方がねちょっと遠くだったんですよ。へえ。さあこれはどうなる。レッパタイム。あそこはレッパを、はい、後から出すしかないです。ああ、うん、安定後なのでまあ出せますよね多分。むずいですけどね。あですよね。さあこれは投げて、さあイサジが押し込んだ。昇竜が出ない。しかししゃがみ大パンも強いですね。うお、うまい。おマジか。押し込んで投げて中足 IH、 あの IH になるのがやっぱ剣の弱いところですね。さあちゃんと昇竜が出る。イサジさんは、はいはい、どうぞイサジさんは S 剣がサブなので、はい、ああそういえばそうだ。まあ剣にはそれなりに、はい、なんでしょう、熟練があるというか。うん、さあこれは踏んだ。どうする。だいぶ押されましたね、まるで。そうですね、見てから台足。お、立ちシューキックにしてますね。あー、1になっちゃう。かちょっと悔しい。さあ、グリグラフェイロン最初を任されることが多い。メインキャラ2回引いてますからね。強いですよね。4分の1が今、3分の2か。3分の2強えな。そもそも3分の3ですよ。あ、そっか、じゃない。確かに、あの、ニーヤさんも3分の3ですから。3分の3で F
S ホンダ。さあさすがに。さあもう別に前に攻めなくてもいいぐらいですね。そうですね。フェイロンってキャラは守れますので、こういう状況で歩き早いし、まあ確かに歩き早いし、持ってるし、確かに。さあスカリが確認できなかったが、アフターフォローバッチリで資源が出ない。あそこはアッパーで落として、はい、端っこに戻したいところですね。あーなるほど。さあ昇竜出して、さあ表が露骨に掴みに行ったが届かなかった。おお危ない。投げられてしもう。さあマキリさんの S 剣ですね。 S 剣ですね。 S 剣出し方は大丈夫。おお、やりますな。まあ、僕も S キャラチュンリーだけは知ってるので、ヒデと違うな。ちょっと、いやさっき出したでしょ僕。ちゃんと出した。さあ S 剣は通常の判定技も強いのもさることながら、なぜかダメージ値がかなり高い気がする。だいぶ高いですね。ですよね。もう何でも減りますね。そうですよね。ダイヤシとか超減りますから。ダイヤシがねこの体力から死んだりするんで。やばいやばいやばい。おっと、おーこれ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 、バックジャンプがマジで強え。さあ秋葉スタイルなのか。秋葉スタイル多少に切って、これはちょっとおい立ち巻きか。あれあの空達で行ったり来たりするのも秋葉スタイルですね。あなるほど。秋葉スタイル多いな、はい、めくりに自信がないってやつ、ね、あめくりに自信ない、とりあえず竜巻当てとこうみたいな。そして寄られたくないから血はシャカシャカやって飛びたら波動拳打って、それでも寄られちゃったらバックジャンプですね。バックジャンプすげえな。なんかもうロジック出来上がってるじゃないですか、もうその時点で。おー勝利、劣化神剣だが、あ波動拳マキリ勝利。さあ 2D はこれが2-1ですね。次の試合がもうじゃんけん終わってます。トンカツトネピー、あ違うな、ヒデツノ対グリグライサジになっちゃうのか、どっちかな。あこれもあるのか、アニフジ対トンカツトネピー、これがここだ。あでもごめんなさい、イグジットに寄せてコパンを。ハートは相方のキャラ、ダイヤは相手チームのキャラ、どっちかです。龍拳、まあ剣ですね。エスリーね、はい。じゃあ、先方の申告、例の権利を行使するかどうか、2P側だけ。はい、オッケー、じゃあもうおっしゃいましたね。はい、じゃあ行きましょう。 1P 側ニーアー剣 VS2P 側とんかつ剣ですね。さあ、剣剣兄藤沼チームはこの試合が最後。おお、そうなんですね。さあ、踏み込みダイヤシがうまい。もうなんかトリッキーとインチキの混合スタイルみたいなニーア剣に対して、まあ、とんかつくんは結構普通の剣ですからね。さあ、しかし1本目はニーアさんが取って、そうですね、やはりこのトリッキーの動きはやり慣れてないと若干苦戦するまであるのか。トリッキーにもちょっと程があるので。さあ、代々入って、うまい、おお、やっ、やりにいって膝つかみ、俺怒ってるんだと、やる、おお、かっこいい、
ぶち殺した。今の勝利食らいますね、あれは。あれだけドミチャクの卓を通す。初ビリーグもう、お、なんだ中昇竜で受けるリスティか確かに、ぽい始まりました。おわあの距離の、あ、いけない。大勝利出る。おっと、打ち切っちゃった。さすがにまずい。始まりましたね。はい、昇竜喧嘩さんにしかしてません納豆カレーですね、もう納豆カレーにアイスクリーム乗ってる感じですよ。おぉ、レッパレッパやる。 S は下上です。コパン連だね。さあ、藤沼 S チューン。さあ、この組み合わせは相変わらず、はい、チュンリーが強いですね。そうですね、やはり。あー、最悪。投げるの普通ですね。この二人はその昔、池袋で対戦してたはずですね。へー、二人とも池袋がホームだった時代があります。おー、僕ホームずっと西日暮里ですね。西日暮里ずっとずっと4年半前からなんでそんな経つか。もう経ちますね。4年半くらいやりました。さあ、勝利ぶつかって、今の勝利点バッチリ。さあ、今度はうわー、中、あ、やっぱ中盤弱いんですね。弱いですよ。うわー、やばいバックジャンプに当たった。あー、お電話お電話でしたね。まあ、しゃーないですね、今のは。さあ、トネピー君、大将さあ、トネピー剣が色が超強いえ、クール2つ。この色はなんか、あれ、これアニケンさんの色じゃないですか。アニケンさんの色です。これ強い色ですよね。あ、広い小足台足波動で固めて。さあ、さあ、うまい。おー、危ねやりにいった。うまいですね。まあ、テンションないですからね。確かにやりにいって OK ですね。あー出た変な技。うわー、投げて打ち見ないよ。これはショルテンクソのなすりつけ合いだおっとおっと、やばいトネピーが、おお、コパン投げてあーやばいおあいや、もうねダメなところが出てますね、このゲームは。いや、面白いやばね、この大会面白いですわさあ、勝利あー、表三段入らない。うわー、待って、投げて中大、これはサミットガード。おー、クータスやっちゃった。投げて、あ、わー、したためでも出るんです、この技。おー、さすがに昇竜拳、ドラゴンダンスで勝ったな、とんかつトラビ。さあ、じゃあ行きましょう。さあ、あと2試合で兄藤沼チームが1勝3敗と、これ最下位候補ですね。さあ、ではちょっと企画倒れの案してき匂いがしてきましたが、大丈夫ですかね、この大会やっぱどうしてもメインキャラを引けたチームが有利になってしまうところは否めないですね。さあ、イサジさんはメインキャラ、そしてエスフェイロン、キャミンエスフェイロン、キャミンエスフェイロン。さあ、ここは使いどころですかね。使いますよね、使う。あ、ここで残しておいた、残しておいたメインキャラ剣、そのここのチームは使うと。俺使ってないな、そういうの使いましたね。使う。そして当然残しておいたのでね、もう最終戦であれば使った方がいいですから。決勝やるって言ってま、言いましたよ。あ、そうか、決勝、1位2位で、あ、残ってますよ。
とりあえず全勝のチームがないんで、まあ、残ってないか。3勝すれば目があるんじゃない。そうですね、グリグライサジは使った方がいい可能性が高いです。2勝でもギリギリ可能性はある。全チーム2勝に入ってパターンがないか。もうここにいっぱい知ってるから、どっか、ね、どっかが3勝しちゃうんだ、はい、どっかが3勝しちゃう。でも2位になれるかもしれないから、だからとりあえず2勝しないと残れないから使った方がいいかもしれない。そこは考えどころ。残しとく意味はないですね。使う。あ、では両チームとも全員メインキャラでいくということで、それでは相談が長引きそうですね。つなぎましょう。え、向こうはハートどっち？いや、使うって言ってるから関係ない。関係ないメインキャラだから。これ両方ともメインになっちゃうのか。スコア的に結構俺ら有利。スコア的にはいいね。いいね。悪くない。今プラス2だからね。悪くないスコア。OK。はい、それではメインキャラ同士でいきましょう。ワンピーがヒレ、ツーピーがイサジ。さあヒレ対イサジ、なんか開幕からあれ模様でしたけども、よく見てませんでした。さあ場合を離してチュンリペース。さあオーラパンチタイプ、あれ強いんですよね。中パンチで飛ぶと横から投げられて、そうですね、強キックの場合下から投げられるという読み合いになってます。いや読み合いになってないの。なってないの。横あの一方的に勝つ。一方的に勝つの、はい、やばくね。なんかね、ジャキックかなんか、あとカラジャンプに負けますね。さあまあ寄りたいところですね。さあスピニングバックダックでうまくごまかした。おわキャノン出ない、キャノン出ないおじさん、これは死んだ。お疲れ様でした。うわーやりすぎでやる。ワンチャンあるか。 あったー。今のはバカですね。普通に戦列でよかったと思いますね。さあ開幕の踏み込みが非常に鋭いイサジ。さあ飛びが上手い、飛びが上手い。おっと投げられて100列、あそこはフーリガンすら出せない。どうする、立ち場現れる、垂直置いてある。一瞬で体力が持ってかれた。わー勝ったのはヒデ。さあしかしフェイロン戦難があります。グリグラここは仕事でしょう。でも今までのようにただで死ぬことはなくなってきましたね。だいぶレッグ客の対処が上手くなってます。やっぱりね、フェイロン戦は一気に決まることが多いの で、 そうです、ね、冷静に最後までいけるかどうかというのは重要。さあ打っちゃった、待って、おっと攻めがつながっている。うまい、あーっと、おー足どうだ、おーあーおーっとくぐってる。いやー今のごちゃごちゃになったんですが、最後はすごい冷静ですね。でしたね。これはやばい。いい。今のは引きつけた。今のはオカフェが攻撃を制した動き。百列にモリッと飛びが。後ろでギルティー勢がドン引きしてましたからね。え、あれで終わるのこのゲームっつって。ドリルハメとか目じゃないですよフェリーは。さあきつい。レッグちょっと遅らせる、投げる。さあそして大将戦にもつれ込んで、さあお互いが優勝戦線生き残りをかけた戦い。ヒデツノは勝てば決勝確定です。決勝確定ですね。スノッピここまで
なんとガイル以外使っていないという。なんという汚くね。しかも引いといて出さないもありましたからね。あ、さあしかしさあさあ、あのコパンガードしてるだけなのに、ダブル振られたクマ。勝負のダブルは、勝負のガードは支援読みですかね。さあグリグラ勝負強いとこ見せた。劣化の2段目確認できず、さあ下がって、おっ、さあ今のでグリグラちょっと萎えた。さあとりあえず呼吸を整えたが踏んでしまって、相打ち、さあ寄ったが体力がない、行くしかない、うまい、つないだ、さあこれはどうする、スノッピー、おおリフトアッパーしくった。これで2勝2敗で並んでしまう。さあとりあえず最終戦はうちとトネピンとこだね。さあ2勝2敗が、はい、だこれで最終試合、まあこれカード引く意味ないですね多分。引きたい引きたい、なるほどね、ダメだったら使えばいいだけか。では両チームとも使うということで、はい、そうですね、はい、全チーム決勝前に使い切ることになりました。はい、決勝荒れますよ。決勝これあるんですか。だってあれですよね、今これ今やる試合ってお互い2勝1敗同士なんで、どっちかが3勝になるってことですよね。そう、なのでそうするともう勝ったら優勝ですよね。終わりか、ね、そうだね。あ、ニーアチームが負けちゃったからいけないですね。並ばなかった。はい、それでは決勝戦でいいの、決勝戦でいいと思います。事実上のそうですね、どっちかがこれ3勝になりますからね。そうですね、まさかの WTO でドローっていう、ああ、それはありえるかもしれない。両チームと負けにしましょう。そうするとみんな並ぶから。そうですね。さあ 1P 側マキニに対して 2P 側トネピーが端っこで圧殺。これやはりね、やり慣れてないキャラ同士だとかなり結構見てしまうところはあると思うんですよね。でサブキャラなので、ガスガスやりに行っちゃうっていうところもあると思うんで、そこ性格出るところですね。そうですね、分かんなかったら守るっていう人の方が、あ、確かに、うん、アルティカードがうまい。今の昇竜拳入れてましたね。ああ、ああ当たらない。おお、いい投げ。ご褒美投げ。さあ踏み込んでいく。端っこ背負うときついですねこのゲーム。さあここで KKY ダルシム。これをトネピーケンとトンカスリュウで倒しに行くゲームなのか。倒せれば。倒せれば。さあ自作自演になってしまうのか。なんかどっかで聞いた言葉ですね、自作自演。いやもうね、よくあるんですよ、主催者が優勝するって。ああ、俺が楽しめるルールっつって。さあここまでは完璧。うまい。おあ、埋まっていなかった。あれ何が正解ですか、あの局面ですと。もう技出してたんで確定ですね。ああ確定か。カラキャン昇竜は一応出ますけども、はい、出たところで、出たところでダメですね。強昇竜だったら抜けるかもしれない。皆さん、こっから必死だぞ。どっち？いや、投げ返す。投げ返す。そしてこっち出したか？埋め込む。どっち？投げる。これは優勝にリーチ。激アツ。さあ何年も使っていなかったこの剣といかがで。これは？
関西一のダルシムを倒してしまうのか。さあ食べ切った。さあおお、あー打ち切れ、楽しくなっている。しかしうっ、これは怖い、これは怖い。あーさすがに裁かれた。いやだいぶプレッシャーありましたね今のは。そうですね。まあ、とんかつ勇気づけられたが、さあこのチームメイトの頑張りを見てとんかつさんが大将として、さあとんかつ大将戦ですね。はい、さあダルシムステージなので、はい、ドリルが刺さりづらい。そうですね。ので波動拳がいつもよりは生きるはず。しかし厳しい画面派。おっとこれで、あと出ない、ちょっと遅かった。これはガードしている。さあこれはどっち上投げかく、熱いどうなる、これは見てから。いやー、厳しい。さあ先にリーチをかけた、今度は KKY 主催者が優勝してしまうのか。疲れてる、疲れさせたね。さあダルシムステージのダルシムドリルが早すぎる。おお、ミスった。しかしどっち下段ガード、上は別にいいと。まあ一応見てから立てますからね。なんとか、いや老人なんで無理ですね。おー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 おさあしかしゲージ溜まりそうだ。あるよあるよ、ある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 。さあまだ分かんない。うわーここは冷静、当たんない。あー大時間が、うわるーできる、とんかつやる、命をつないだ。さあ大使ファイナルラウンド、減ったね、減った。ここの空達が、さあ来た、さあ来た、どっち、うーわー2フレ発生、割り切っている。 KKY スタンチがどっちもどうせ見えねえんだと。うおー、これはまだある。いい試合、すごいいい試合。さあ溜まりそうだか、 KKY の止まった手がなかなか当たらない。あ当たって、どうする、波動真空を避ける。あトンカツさんの気合の波動、熱いやん、やばすぎだろ。いやよく優勝しましたねこれは、素晴らしい。というわけで本日の優勝はトネピートンカツチームです。おめでとうございます。おめでとうございます。いや有権です、優勝ですよ。よくやりました。ちょっとこれは一言いただきましょう。そうですね。じゃあ、リセットだけ。それでは一言ずつ いただきたいと思います。名乗りからお願いします。あ、トネピーです。あんまりなんかこういうミニ大会でも優勝ってないんで嬉しいです。ありがとうございます。あ、とんかつです。どうも。なんかもう波動拳打ってただけみたいな気がするんですけど。いや、ありがとうございました。嬉しいです、KKY さんに勝って。最後すげえいい勝負でした。いや、熱かった。いやー KKY さん面白かったっすわ。まあちょっと大会としてまあどうなのかなと思いながらやってみたんですが、どうですかね、メインキャラが必ず一体というところがどうなのかっていう感じですかね。文句が出るとしたらそこですね。使えない人が多いという、そういうところもあるんで、まあネタ大会としてはちょうどいいレベルだと思うんですけど、ランバトでやるのはどうかなっていう気がしなくもないです。まあちょっとこの場を借りて試させていただいて本当にありがとうございました。ではお疲れ様でした。今日のイベントはここまでとさせていただきます。遊んでってください。
Thank you.
Jamaica.
Oh!
Fire! Fire! Fire!
Fire!
Thank you.
Fire! Hold on, fire! Hold on, fire! Hold on, fire!